2人で決着つけてほしいとそう思ってます。5分5ラウンド絶対勝ちます。応援お願いします。フェザー級の誰にも負けない自信があります。朝倉未来 VS 平本蓮66キロ契約。通常のライジンのルール、 MMA のルールでやりません。特別ルールに変更になります。順位を決定するタイトル、最強、このライジンの中の今の最強を決める戦い、そういうものではない。でも本当に思いの詰まった特別な試合である。そして主催者からすると本当にジャッジでいろんなことを決めていく、5分3ラウンドで完全決着つくのかなと、そういういろんな思いがある中で、両選手ももう、ミクルもいろんなインタビューでももう喧嘩だと思ってるって言ってますし、レンもぶっ倒してやる、まあ、主催者の今の思いからすると2人で決着つけてほしいとそう思ってます。そんな中でいろいろ両陣営とも調整をして、ラウンド数5分5ラウンド、3ラウンドまでに決着がなければ3ラウンド終了時に、3ラウンド終わった時点でそこまでの裁定をアナウンスします。で、判定は通常ライジンですとトータルマスト5分3ラウンドを押しなべてトータルしてどっちが有利だったかっていうことをジャッジしますけど、5ラウンドを押しなべてトータルマストで判定するのってまたこれなかなか大変だし、今回はしっかり見える化をして完全決着を、ファンの中でも遺恨を残したくないんで、まあ、そこを含めて今回はラウンドバイラウンド、各ラウンドごとに判定を取っていきます。10点方式で行います。で、まあ、この過酷なルール、ライジンとしては初の5分5ラウンド、この過酷なルールに挑む2人に、主催者として、ベルトを作りたい、授与したいとそう思ってます。まあ、タイトルもいろいろ考えましたけど、ラストマンスタンディングベルトっていうベルトをこの試合のために準備します。ですので、ラストマンスタンディングタイトルマッチとして行います。5分5ラウンド最後に立ってた男にベルトを授与する、そういうことにしたいと思います。今日この場でベルトをお披露目しようとそう思います。平本から負けた方にベルトって言ってましたけど、まあちょっとそんなのないんで、この試合の勝った勝者に、最後まで立ってた男にこのベルトを授与したい、そう思います。今回はこのラストマンスタンディングとして、このベルトが、他の団体のように、誰かに防衛していくっていうような意味合いで行こうというふうに思ってるわけではなくて、今後も何かラストマンスタンディングベルトとして特別な意味を持った試合が組まれたとき、組むことができたときに、このラストマンスタンディングっていうベルトをその試合を成立させる上でのルールも両陣営と相談をして、その都度作って、進呈するというものにしたいとそう思ってます。いずれにしても今回初のチャレンジになりますんで、この結果受けてファンのみんなの声も聞いて、今後これをどういう形に、消化していくか、未来に向けてつないでいくかは、考えていきたいとそう思ってます。そのラストマンベルト俺も欲しいなと思いました。はい、最後まで立っててもらえるんやったら俺が一番似合うんじゃないかなと。はい、以上です。こんにちは、平本蓮です。本当にこの試合のおかげで最高の日々を送ってきました。まあ、来週は過去最高の自分で、戦いたいと思います。絶対勝ちます。応援お願いします。ありがとうございます。はい、まあ、この4、5ヶ月本当にすごいハードな、ね、練習をしてきて、まあ、今本当にフェザー級の誰にも負けない自信があります。まあ、そんなパフォーマンスを来週の試合で見せたいと思います。で、まあ、今日このベルトの話初めて聞いたんですけど、俺これいらないんで、勝って浩二選手にプレゼントします。ありがとうございます。ありがとうございました。